はいどうも皆さんこんばんは、ゆみです。今回はね、レベル上げ、クリア後に使えるレベル上げをご紹介していきます。クリア前はストーリー終盤で無限に出てくるハートレスのとこで上げるのもいいんですけど、それよりはこっちの方が効率がいいと思います。それがですね、バトルレポートというものを使うんですけども、ナンバーワン、これがね、経験値とても美味しいです。今ね、67レベなんですけど、67レベの半分ぐらいですね。これがどんぐらい上がるかやっていきましょう。で、コツなんですけど、MP ヘイストとかをいっぱいつけて、サンダがエアロガを打ちまくる。そしてパイレーツシップとか出たらもうね、フィニッシュを使いまくるなど、まあ、とりあえず範囲攻撃をとても多様に使っていくとかなりやりやすいですね。 MP がなくなったら、まあ、サンタガンなどを使ってねやると。今ね MP ヘイストとかいっぱいつけてるんでめっちゃすぐ溜まるんですけど、今はこんな溜まりやすくないんで時間がね結構かかるかもしれないですね。まあエーテル買い込んでね回復しながらやるというのも全然手だと思うので、魔法打ちまくってエアロガンとかを使うといいと思います。はい、このようにすぐ終わるんですよね。はい、今ねさっき67レベの半分ぐらいだったじゃないですか。今68レベになってますね。こんな感じでめっちゃ上がるのでとても使えると思います。で、終盤はね無限に湧いてるとこでもいいんですけど、バトルポータルが1個出てるのでキーブレード墓場で終盤のレベル上げするのもいいかと思います。クリア越しだったらこっちの方がいいと思います。こことても簡単なんでね、とてもおすすめです。これを使えばね、すぐレベル99になるかと思います。結構ね、今作は低レベルでクリアできるので、上げるのがちょっと大変なんだと、大変になるかと思うんですけど、こう使えば全然余裕なんで、ぜひともね、やってみてください。はい、もう70レベルになりましたね。これでちょっといっぱい上げてみたいと思います。はい、それでは今ね98レベルになったのでラスト行ってみたいと思います。まあ、ちょっと最強装備使ったんでだいぶ早く終わる感じになっちゃったんですけど、だいぶ時短はできてると思うんですけど、いろいろね MP ヘイストとか最強武器とか使えばかなり、70ぐらいから始めるとだいたい40分ぐらいで、平均1時間ぐらいですかね。そんぐらい見れば30ぐらい上がるんじゃないかと思いますので、皆さんもねよかったら参考にしてみてください。最強武器の攻撃力、魔法力は硬いんで、かなり高いんで楽に使えるんですけどね。これで終わりですね。はい、これでね99レベルになりました。99レベルになったんでかなりアビリティポイントも余ってる状態ですね。よかったらね皆さんもこのバトルレポートでレベルアップしてみてはいかがでしょうか。それでは今回はここら辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回、グッバイ。